やってきました、ミストラル。こちらね、静岡県袋井市にあります。さあ、営業中でございます。この間ね、平日来たらね、もう満席でね、大人気だったんでね、ちょっと待つ感じだったんで一旦諦めて、今日は土曜日に来ました。意外や意外、割と空いてました。すんなり入れそうな感じです。さあ、オープン、店内行ってきますか。おお、すごいな、こんな感じの入り口を入っていきます。おお、雰囲気出てます。駐車場はね、お、結構あるね。南駐車場10台、東駐車場12台止めれます。お、本日の営業時間出てます。1時20分ラストオーダー、14時クローズとさせていただきますという感じね。まだ大丈夫です。ただいまの時刻12時半です。さあ、店内行ってきますか。はい、店内入ってきました。味がある店内。こちらの個室風のテーブル席、お邪魔します。店内雰囲気すごいね、なんかね、アジアンテイストな感じの店内になってます。全席ね、個室風に分かれてるんでね、これならね、ゆっくりランチできます。すごくいい雰囲気の店内。こちらメニュー出てます。ランチメニュー、営業時間はね、11時から14時、定休日は月曜日となってます。袋井市広田にあります。メニューはね、こちら定食あります。五穀米またはパン、小鉢、スープ、サラダ、漬物付き。スープをポタージュに変更するとプラス270円か。五穀米単品、パン単品はプラス200円ね。はい、チキンステーキ定食1450円、ポークステーキ定食ね。和風おろしソースかジンジャーソースが選べて1560円ね。こういう感じか、チキンステーキとポークステーキね。あとはね、こちらのミストラルさんはね、ハンバーグがね、推しのメニューになってます。いろんなハンバーグがあります。ハンバーグ煮込み、トマトハンバーグ、ほのぼのハンバーグ、牛肉 100% ミディアムレアでの提供ですと。2段っていうのもあるじゃん。もう2段だね、いっちゃおう。これほのぼのハンバーグの2段、1930円。まあアボカドはね、まあ女性は好きかもしれないですけどね、私はね、あんまり食べません。だからね、普通のほのぼのハンバーグにします。こういう感じか、ハンバーグ煮込みにほのぼのハンバーグ、アボカドのせね。お、すごい、アボカドがたっぷり乗ってるね。こんな感じか。さあ、他にもあります。ビーフステーキあります。ロースステーキね、150g か。和風おろしソースと赤ワインソースね。あとは国産牛ロースステーキ定食っていうのもあるね、 100g。 これはなかなかいい値段でございます。西盛り定食っていうのあるね、数量限定だって。 A がチキン南蛮と白身魚と有頭エビとホタテのフライだって。へえ。 B 定食もあります。チキン南蛮と牛ロースステーキだって。へえ、これいいじゃん。和風ロースソース1800円、やっぱ人気なんだね、これ。もうね、今日はこちら完売って言われましたからね、いいもんなんか食べたくなっちゃうもんね。さすがでございます。こういう感じか、ランチ定食オプションっていうのがあります。デザートとかね、ドリンクをつけれる感じね、オプションで。なるほどなるほど。ほら、あとはね、スパゲティ、ピザ、ドリアあります。あ、セットでもね、頼めるってことね。 A、B、C とね、セットがあります。ほらほら、スパゲティ大盛りできます、プラス180円。ナスとベーコンのトマトスパゲティ、4種のキノコの小エビ、ツナの和風スパゲティ、煮込みミートスパゲティ、ワタリガニ、アサリ、小エビのトマトクリームスパゲティ。いや、スパゲティもうまそうだな。和風ハヤシライス1120円、炙りベーコンと生トマトのピザ、
タイ風シーフードグリーンカレー、ワタリガニトレビ、ホタテのドリア1120円。これもいいな、うまそうだな。アラカルト単品料理あります。今日はね、ハンバーグのねダブル定食とこちらの単品を何品かね頼んでいきたいと思います。グリーンピースのポタージュ、ジャガイモのドフィノワ、クリームグラタンだって、ガーリックトースト、手羽中の唐揚げ、エスカルゴのブルゴーニュ風ガーリックトースト添え、アボカドのグラタン、4種のソーセージとポテト、海鮮春巻きってあります。ジャガイモのドフィノワちょっと気になるな、これも頼んでます。あとはあれだね、手羽中の唐揚げだね、味噌ラーブ3本520円、これも単品で頼んでみます。あとはドリンクメニューか、メニューはそんな感じね。ほら、来たよ来たよ。これ、こちらがじゃがいものドフィノワでございます。熱々、まあ量的にはねそんな大きいお皿じゃないですけど、もうこのくらいで十分だと思います。さあ食べてみますか。熱々だけどね。それではいただきます。まあ、じゃがいものホワイトソースね、いただいてみます。あ、ニンニクが入ってるね。ニンニクの香りがして、チーズたっぷりでね、じゃがいもがねすごく柔らかい。このじゃがいものドフィノワはねすごくいい大人の味。女性のお客さんもね、女子会的なお客さんがすごく多い。男性で一人で来てるのは多分私だけ。そもそも一人のお客さんいるのかな。まあいるにはいると思うけど、最近ねいろんなとこ行くとね、まあ、男性でも女性でもね、もう一人ランチのお客さん本当に多い。昔はねもうラーメン屋とか吉野家さんとかね、その辺しかね一人のお客さん見なかったけど、最近はどこ行ってもね一人のお客さん多い。ファミレスでも、まあ、爽やかさんとかでもそうだし、最初は味薄いかなと思ったけどね、食べ進めていくとねだんだん味がねしっかりしてくるっていうか、整ってくるというかね、なんかだんだんねもっと欲しいって思えてくる。マジで美味しかった。もっと食べたくなってきた。そんな感じでございます。じゃーん、来たよ来たよ。これ手羽中の唐揚げでございます。簡単な食べ方あります。これね、こうやって折ります。あ、やべ、すっげー出てきた。でね、これ剥がしてもうそのままバグッといきます。うん、やば、これめちゃうま。これね、肉だけになった。やばいわ、うますぎ。手羽中の唐揚げうますぎ、もう一気に食べちゃいました。ちょっとね、手がベタベタになっちゃったんで洗っていきます。あ、すいません。そのままハンバーグ、はい、ありがとうございます。おー、すごい、ありがとうございます。来たよ来たよ。ほら、こちらがね人気メニュー、ものものハンバーグ2段でございます。ほら、ハンバーグ2つね、牛肉 100% のミディアムレアのハンバーグでございます。お、そういうものもいろいろついててすごく綺麗。サラダもついてます。小鉢もついてます。漬物、味噌汁、10穀米のご飯ね。5穀米か。それではサラダからいただいていきます。お、サラダのこのソースがね、まあ自家製かなこれ。美味しそう。食べてみます。ん？え？若干カレー風味か。おしゃれなドレッシング。味噌汁、お、アサリが入ったスープか、これうまっ。
これアサリ入りの卵スープだ。味噌汁じゃない。あーうまっ。さあ小鉢食べます。鶏肉と人参と玉ねぎの酢漬けかな。うん、おーシャキシャキしてて優しい味付けで美味しい。うん、これは女性に人気だわ。料理が綺麗だし美味しいもん。これ添え物カリフラワー、かぼちゃ、ほら人参と豆、ポテト、うん、まっ、ブロッコリー。ご飯はね 100g と 150g 選べる感じだったけど、少なめの 100g にしました。女性サイズでございます。さあ漬物食べよう。たくあん、しば漬け。このハンバーグはね、和風だね。和風おろしハンバーグね、ミディアムレア。すごい柔らかくてね、お箸でね簡単に切れます。あーミディアムレア、でもほぼ火入ってるね。ハンバーグいただきます。ちょっとこのハンバーグあれだな、衝撃的な美味しさだな。いやうまい、すごくいいねこれ。このハンバーグね、厚みがなくてかなり薄いんだけど、それがいい、すごくいい。ハンバーグ自分で作ったりするんだけど、薄くていいんだねハンバーグって。まあ牛 100% だしね、まあ、そんなに焼かなくてもいいしね。逆に薄い方がいいか。いやこのハンバーグは本当に美味しいな、衝撃的。いや味噌丸さんはね20年以上前かな、夜ね食べてきたことがあるんだけど、その時はスパゲティかなんか食べた気がするな。ハンバーグは初めてなんだけど、うまい。ミストラルさん俺20年以上来てなかったって、これ人生損してるな。やっぱ人気だしね、混んでるんで、やっぱりねお客さんが入ってて混んでる店はね人気だし美味しいよね。美味しいからお客さん来るんだよね。ほのぼのハンバーグ2段ラストでございます。あー美味しかった、完食、ごちそうさまでした。あーミストラルさん来てよかったな、もうお腹いっぱい、大満足でございます。充実したランチをいただきました、すごくよかったです。ということでね、本日は静岡県袋井市にありますねミストラルさんからでした。バイバイ。